チョーク、内市、イングランドにおけるタウンシップは、広めの小教区を区分した区域の単位を意味し、その範囲内にはそんな区か小規模な町が含まれ、通常はそこに地域の教会が成立している。もっぱら歴史的に用いられていた行政区域であり、長文区、町文教区などと訳されることもある。チョークの範囲は、ジャペルリー、マナー、 その他の小規模な地域行政区画の単位と一致することもあれば一致しないこともある。チョークは以下の諸概念とは異なるものである。しかし、これらの概念を含意して、チョーク、タウンシップという表現が用いられる場合もある。カンブリア州マングリズレールにあるかつてのマチックの境界標識、歴史的意向として復元されたもの、イングランド各地では、 行政上の基礎的な単位は小教区であり、多くの場合それは、教会の単位と一致したものであった。しかし、北イングランドなど、一部では、より小さな単位として、小教区を分割したチョークが設けられていた。これが設置された理由は様々であった。地域市野のドロシー・シルベスターは、歴史的なカウンティとしてのデンビーシャーから、シュロップシャー、スタッフォードシャー、ダービーシャー、 ヨークシャー北部を結び、イングランドとウェールズをカウンティ単位で南北に分割するパリッシュラインを確定した。この線より北では、小教区の規模が大きくなる傾向があり、小教区内にいくつかの町区が設けられることがよくあった。一方、この線より南では、小教区内には一つの町区しか存在しない傾向があった。チョークは小教区と同じように、 給品法に基づく給品監督官や行動のサーベイヤーを任命し、彼らは小教区が任命する役職者と同様に地方財産税の課税によって必要な資金を賄っていた。行政教区の元々の定義は合法的に地方財産税を課すことができる場所というものだった。ほとんどの町区は隣接する行政教区に吸収されたり、 自ら独立した行政教区としての地位を得て1866年以前に消滅した。チョークを意味したタウンシップという表現は存続しており近年に至って北イングランドにおける行政区画としてバラの海区分単位の故障として再び使用されるようになっている。例えばロッチデールの都市バラであるメトロポリタンバラオブロッチデールには地域委員会として タウンシップコミッティが設けられており、ウィガンのメトロポリタンバラオブウィガンは10のタウンシップに区画されており、それぞれにはタウンシップフォーラムが設けられている。ウィラールでは都市計画上の目的から1つの都市バラが44に区画されている。シェフィールド市内に28設けられている、選挙区の1つであるモスバラはハーフウェイ、モスバラビレッジ、ウォーターソープ、ウェストフィールドの 各地区を含んでいる。市の東部に位置し、国政選挙のシェフィールドアタークリフ選挙区を構成する、選挙区の一つである。この地域はしばしば、モスバラタウンシップと通称されるが、このような故障は、行政上の正式なものではない。シュロップシャー州では、ライトンイコールイレブンイコールタウンズという地名が、中世のマチックの記憶を伝えている。ヘレフォードシャー州では、ブロムヤードに、 中央に位置する町の領域に加え、3つの町区、タウンシップの故障を現在まで残している。ありがとうございます。